その時ですね、話し始め。かわいいですね。いつも通り。あ、でもやっぱ三頭がちょっとでかいですね。こんな感じですね。いや、すごい。これ。ありがとうございます。これはいいですね。いや、いいですよ。本当に。ボディビルダーなのかな。なれへんなれへん。なれへんな。いや、なってください。いやいやいや。お願いします。いろんなマシンをついといてやる。はい。これ2セットだけやります。あ、はい。あ、これ3頭ですね。はい、そうです。今日は…え、結構下に入れましたね。今日はせっかくやからね。重くないですね。いつもこれぐらいです。本当ですか。これは相当重い。いや、そんなくない。よいしょ。お、すごい。しかもめちゃめちゃ映えてます。はい、あの映像見えてないと思うんですけど、はい、めちゃめちゃ映えてます。ああ、そうですか。2頭もボーンってなってて、はい、ああ、そうです。あの見せたいぐらいこれちょっと出来上がりが楽しみ、はい、めちゃめちゃ映えてます。出来上がりが楽しみです。でかいっす。もうこれも同じ。あ、これ全然のあれ。ああ、そうです。ちょうどあのジャパンのリストバンド、すごいですね。作ってもらったんですよね。これあれですね、あの、はい、ベンチプレスとかやるあのリストバンド。あ、そうです、そうです。あ、すげえ。はい、さすが。それを作ってもらって、ね、今なき J2000 ですけど、ね、いやいやいや、もうこれしかないんです、ね、伝説ですから、はい、まだエナプロはまだエナプロはこれからこれからまだ寄せがないんで、これいやいやいや、これから、はい、レインメーカーになりましょう。はい、彼の雨を降らせます。ちょっと振らせてください。まあ、これめっちゃ映えてますよ、マジで。そうそうそう。ちょっと痩せました、森田さん。ちょっとだけ。そうですね、はい、絞りましたね。カットがやっぱ前よりかカットがよく、これね、本当は映像見せたいと言われます。カットがよく見えてる。ああ、はい、あ、それは、はい、ありがたい。めちゃめちゃいいです。このガットプールちょっと珍しいですよね。俺こんな、なんか分かれてるやつ初めて見ました。あ、そうですか。1個に はい、なってるのに、こんなこう2連のやつってこれは大阪来てもこれ多いでしょ。あ、そうなんですか。関西仕様なんで。関西、いや、でも多分そうです。でも最近ちょっと僕手首やばいんで。ああ、そうなんですか。 あんま重いの初見。わかります。うまいことその辺合成症状だ。え、合成症状だ。ああ、わかります。今までトレーニングで怪我とかはされてないんですか。トレーニングで怪我はないです。ああ、じゃあすごいな。やっぱトレーニングやってるおかげで怪我せえへんいう感じですね。逆にね、俺なんて逆に肩痛みちゃいました、はい、ベンチプレスとかで。あ、うまいぞ。はい、大失敗してました。確かにね、あんまりだから重いのでやるんじゃないし、はい、あのマックスやるときはマックスやるときで。ああ、なるほど。あ、分けてる。はい、もう普段はもう軽いので。でもあの3頭なんて重かったですけどね。あれで、あれじゃあ、あれマックス持っていけるってことですか。あれ、マックスは多分決めちゃいける。フルスタックです、はい、あ、すごい。そう、でも、それもでも最近ですよ、そんなのできるようになったのね。あ、本当ですか。はい、もう若い時の方が力なかったですね。あ、そうなんですか。へえ。年いってからですね。あ、そうなんですね。はい、あ、意外それは。あ、それは、うん、
っぱり日頃からずっとやってきたらそういう風になるんかなと。ああ、積み重ねで。なるほど。はい、この辺の床に立ち置いて、はいはい、このままこのまま。へえ。これだけでだんだんこう鍛えられるんで。ああ。これなんか全体にちゃんと効きそうですね。なんかストレッチすごいしてるから。このバランス保つのが結構大変なんです。へえ。あ。はい、足をそこに置いて、あ、待って、これ着てるのまあまああれですよ、あのふわふわしてます。そうよ、それを、それをもうコアをきっちりするという、ね、あ、なるほど、はい、足をまっすぐ伸ばそう、伸ばすんですか、はい、そうです。それでいきましょう、はい、これ、ま、あー怖い、はい、ちょっと怖いです、はい、はい、息吐いて、はい、戻して、はい、息吐いて、結構吸ったいんでしょ、はい、3、はい、七、はい、八、八、はい、九、ラスト十。あ、すごい、本当にこれなんだ。これいいでしょ、いいでしょ。あ、そもそもこれ、はい、この時点で俺ちょっと怖いです。そうでしょ。はい。そう、それに慣れていったらだんだん、なるほど、これで、はい、細かい筋肉で、エンタイムではまあ、いろんな方が仕事終わりの後にマトリンとか来られてしっかり頑張っています。すごい、営業トークだ。僕らもお客様方皆様に応援、はい、応援しています。ありがとうございます。やっぱり日頃からね、やっぱり鍛えてはるからね、はいはい、体もすっきりしてるしね、やっぱり森田さん、すごいですね、エンタイムでももう、はい、顔なんですね。いや、顔で僕入会してまだしなんですね。ね、そうですね、まだ2、3ヶ月ぐらいなんです。そうですね、はい、で2、3ヶ月でもう本命スタッフさんと関係性を作ってる。いや、もちろんですよ。あ、すごい、もちろんですよ。もう次期プロレス見に来る。あ、今、まあ、見れたことはないんですか。そうですね、プロレスとか結構はい、テレビとかでよく、はい、たまに見たことあるんですけど、はい、あ、そうなんですか。そうです、たまにテレビに出ることもありますので、あ、そうです、あ、ぜひよかったら、はい、本日の時にさせていただいていいかなと、はい、ガオラとかそんなでも出てたりとかしますんで、はい、ぜひ、はい、ね、でもほんまにここね、僕も通い出してからもうね、はい、2、3ヶ月ぐらいですけど、はい、まあ時間ある時は週に2、3回、あ、そんなに、はい、させていただいております。あ、じゃあもう十分元は取ってますよね。元取ってますね。もっと取ろうかなと思ってますけどね。おー、勉強になります。いやいや、とんでもないです。いや本当にね、ここはね、施設はね、綺麗し、やっぱり綺麗ですよね。他のエニタイムでも全然違いますよね、はいはい、器具、ありがとうございます。器具がやっぱり綺麗し、新しいし、はい、それにいろんな種類がある。もうこれも最高です。はいはい、大阪ではこのね、はい、この北原ですね、はいはい、北原大豆ナンバーワンです。あ、そうなんですか。大丈夫ですか。僕は大丈夫ですか。いや、もう全然ナンバーワンってことはいいんですね。いや、もうナンバーワンの手でということです。あ、わかりました。ぜひ皆さんもね、エニタイム、はい、もういい場所ですんで、はい、お気軽にみんなでトレーニングしましょう、はい、よろしくお願いします。ぜひ来てください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。